いとはいつも二手三手先を考えて行うものだ。赤い彗星と呼ばれ、一年戦争開戦直後の活躍によってジオン軍において確固たる地位を築いたシャア・アズナブ。彼は連邦軍による新型モビルスーツ開発計画 V 作戦を察知し、新型艦ホワイトベースを捕捉した。ジオン公国の支配者であるザビ家に支援を抱くシャアは、復讐の機会を得るためにさらなる先行を必要としていた。ホワイトベースの大気圏突入の直前を狙って攻撃するという彼の作戦は、まさに前代未聞であった。このタイミングで戦闘を仕掛けたという事実は古今例がない。大気圏に突入すればザクとて一瞬のうちに燃え尽きてしまうからな。しかし敵が大気圏突入のために全神経を集中している今こそ攻撃するチャンスなのだ。第一目標木馬、第二目標敵のモビルスーツ。諸君らに期待する。勝利の栄光を君に。まずは敵フィールドを制圧する。敵モビルスーツを撃墜しろ。はっ、シャア少佐。なめるな。甘いな。
いな。私の国で こうして足元を固めていけばいい。それが我々の勝利につながる。いるのは確認されていたぞ。そいつを撃墜すればいい。甘いな。戦場にいる隊長機がフィールドの守備につくこともあるのだ。このくらいで動揺するな。甘いな。やはり大気圏突入に気を取られているな。肩慣らしにもならん。連邦の戦艦か。今優先すべき目標は木馬型だが。私の艦艇
見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやら。甘いな。こうや。後ろを取られるのは尺だが、限界まであとわずかだな。クマめ、手間取らせる。何をやってる。敵の銃撃の来るところは分かったはずだ。接近して叩け。それではザクの性能は発揮できん。はっ。しかし銃撃が激しくって。これで激しいものか。よく相手を見て下から攻めてみろ。私が行くまで何とか持ちこたえろ。投げるな。まだホワイトベースに取り付こうとするのか。やはり素人だ。大気圏に気を取られている今がチャンスだ。戦いとはいつも二手三手先を考えて行うものだ。お前さん、これは。甘いな。ホワイトベースには近づけさせるものか。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。これで何度目なんだ、アムロ。腕が上がってきたようだな、このパイロットは。私の神だ。連邦のモビルスーツは化け物か。ち、ここまでか。クラン、構わん。敵のモビルスーツとて持ちはせんのだ。クラン、聞こえないのか。危険を突破する性能はない。気の毒だ。
しかし、クラウン、無駄死にではないぞ。あった！大気圏突破の方法が。間に合うのか。冷却シフト、排熱フィールド、全回路接続。モビルスーツの位置は変わらんな。燃え尽きもしない。だがこれで奴らの侵入角度は変わったはずだ。我が軍の勢力圏内に降下せざるを得ないだろう。戦いは非常さ。そのくらいのことは考えてある。シャアは地球でのガルマザビ戦士の攻めを問われ左遷されていた。しかしその才能を認めたシリアザビにより大佐に昇進、戦線に復帰することとなる。テキサスコロニーに侵入したホワイトベース隊の撃破を狙うマクベの援護を命じられたシャアは、左遷中に見出したニュータイプの少女ララースンの能力を見定めるため、彼女を伴って戦場へと出向くのだった。マクベがギャンで出撃した。よほど私に当てつけたいらしいな。しかし黙って見ているわけにもいかんな。私はゲルググのテストを兼ねてマクベの様子を見てくる。大佐、ノーマルスーツはよろしいのですか。私はモビルスーツに乗っても必ず帰ってくる主義だ。死にたくない一心でな。だから戦闘服だのノーマルスーツなどは着ないのだよ。なら安全な場所からよく見ておけ。モビルスーツ同士の戦いというもの。はい、甘いな。舐めるな。私の神手。
私の手向けだ。甘いな。そんなところに隠れていたとは情けない。私なりの戦い方があるのだよ。私の手でガンダムを仕留めてみせるよ。私の神手だ。さて、マクベのお手並みを見せてもらおうか。おのれ、囲まれたか。私の見て。戦いとはいつも2手3手先を考えて行うものだ。私の神手だ。何が？私と同じ人がいるのかしら。私の神手だ。やめんな。私の神手だ。もう剣を引け。手しか使えないお前はもうパワー負けしている。これだわ、さっきからの感じ。甘いな。シャアを図に乗らせないためにはガンダムを倒さねばならんのだよ。
もうおやめなさい。終わったのよ。何？ウラガン、あの壺をキシリア様に届けてくれよ。あれはいいものだ。それ見たことか。スケヤキバに何ができるというか。誰だ、誰かが僕を見ている。これはシャアじゃない。これは甘いな。あ、うん、ロラ、ラ、私の盾だ。見えるぞ、私にも敵が見える。あ、あれが敵。甘いな。
赤いモビルスーツ、シャアなのか。厄介なことになりそうだ。ガンダムのパイロットもニュータイプだというのか。私の手向けだ。やるようになった。まだだ。見ていたか。はい、大佐。これがモビルスーツ同士の戦い。大佐、私にエルメスを操縦できるのでしょうか。怖いのか。それは慣れるしかないな。私がいつもついていてあげる。そうしたらララはすぐに私以上のパイロットになれる。私が赤い彗星以上に。